プロトンサガ。プロトンサガは、マレーシアのプロトン社が製造する自動車。1985年7月9日に発売。このモデルは、1980年代初頭に、マハティールビン・モハマド元首相が提唱した、国民車構想に基づき、プロトン社が生み出した初めての乗用車となった。もっとも、ゼロから国民車が作れるわけもなく、業務提携先の三菱自動車の三菱。 ランサー、ミラージュを元に作られている。エンジンは 1300cc、4G13 型と 1500cc、4G15 型をセダンタイプのボディに搭載していた。ランサーとの主な相違点は、フロントグリルをはじめ、全く別物のテール周辺のデザイン、ヒーターが省略される代わりに、全車種に標準装備された非常に強力なエアコン、クーラー、フロントの部分強化ガラス、 2代目ミラージュ万全機型や一部輸出向けと同じくコストダウンが図られている独自のデザインのダッシュボードなどであった。マレーシア政府が輸入車に対して200%もの関税を設定するなど、この国民車に手厚い保護を加えたこと、佐賀自体も信頼性が高く、リセールバリューもよく維持され、1モデル前のカローラやサニーなどの中古車を買うよりも安価な買い物であった。 ことから、マレーシア国内においては十分な競争力を持ち、大ヒットした。発売の翌年には、マレーシア国内の市場占有率が50%を、越している。また、旧宗市国のイギリスや隣国シンガポールを中心に、輸出も開始され、旧ソ連や東欧製の乗用車と低価格車市場で、戦い、順調に販売を伸ばした。なお、英国向け使用者には、 ヒーターやデフロスターが装備されるためか、ランサー、ミラージュと共通のダッシュボードが与えられていた。デビュー当初のバリエーションは 1300cc5 速 MT の 1.3S、1500cc5 速 MT の 1.5S、1500cc3 速 AT で、パワーステアリング、全席パワーウィンドウを装備するトップモデルが 1.5i と呼ばれた。 1989年には、プロトン車独自デザインの5ドアハッチバック版、エアロバックが追加された。このエアロバックは、ダイハツアプローズのように、一見セダンのように見えて、フドアを持つ構造となっている。1990年にはエンジンが12バルブ化され、メガバルブのサブネームが与えられ、フロントグリルの開口部が広げられ、シート地も新しくされた。 フォーマルカー向けに7人のリリムジンやロングホイールベース版もこの時期に少数生産され国産車愛用をアピールしたい政治家や公的企業で使用された。1992年には車体前後のデザインが大幅に変更されプロトンサガイスワラに改名された。イスワラはサラワク州に生息する蝶の名前であるが気候的な変更はなかった。例外は ウィラのデビュー直前に、四足 AT ヤンピ、燃料噴射システム、英国版や三菱と同じダッシュボードを持つ、輸出使用車とほぼ同じスペックのモデルが、マレーシア国向けにも限定販売されたことであった。翌1九9三年、2世代後のランサー、ミラージュベースにした新しいウィラが登場すると、サガイスワラは、一1三 s と一1五 s のセダンと、エアロバックに絞られ、 廉価版やタクシー向けとして生産が続行された。途中2001年にはマイナーチェンジを受け、エアロバックには若者受けを狙ったスポーティ版が投入された。2003年には最後のフェイスリフトを受け、再び単にサガと呼ばれるようになった。このビッグマイナーでエアロバックに一本化される。オドメーター、燃料系、温度系からなるデジタル表示を提供する新設計の ダッシュボード、メータークラスターで完全に再設計されたインテリアが特徴。赤、ブラック基調の内装。エクステリアはフロントグリル、フォグランプとヘッドライト、テールライト、バンパー、サイドスカートとリアスポイラー。リアナンバープレートブラケット等のデザインも一新。エンジンは 4000rpm で、トルクの 6000rpm と109ナノメートルで83馬力、62。 キロワットを発生する三菱製1.3リットル自家 44G13 エンジン搭載変速機は5速マニュアルトランスミッションのみパワーステアリングがなくブレーキは前ディスク5ドラム14インチアルミリムのためのオプションエアバッグや ABS も新たに装備ボディカラーはグレーと黒赤ダークブルー2012年には一般ユーザーが所有する イスワラを、レストア、アップグレードを施行した。2008年1月18日、23年ぶりのフルモデルチェンジにより発売開始。コードネーム BLM、ベースラインモデルの略として開発されていたサブコンパクトセダンであり、プロトンのエントリーモデルとなる。プラットフォームはサビオベースにホイールベースを延長したものを使用している。エンジンは、プロトンとロータスが、 共同開発したカンプロアイフェムエンジンの1.3リットルを搭載。後に1.6リットルを搭載したグレードも追加されている。トランスミッションは5速 MT と4速 AT がラインナップされた。グレードは3タイプ、N ライン、B ライン、M ライン用意され、ライバルであるプロドアからシェアを奪還する狙いもあって、再廉化グレードの N ラインの価格は3万1500。 リンギットに設定された。2010年11月、タイ国際モーターエキスポ2010にて大幅なフェイスリフトを受けたサガが初公開された。翌12月15日、本国マレーシアでサガ f l として発表され、発売開始された。エクステリアでは、ヘッドランプ、グリル、前後バンパー、テールランプ、エンジンフード、アロイホイールのデザインが変更され、特に、 ヘッドランプは横長のデザインが採用されて、フロントマスの表情は一変した。シグナルランプはドアミラーに移され、テールランプともども LED 化された。また、新色が2色追加されて、車体色は5色が選べるようになった。インテリアでは、ダッシュボードの助手席側にあったティッシュ箱状の小物入れが廃止されて、エアバッグの収納スペースとなったほか、 シートのファブリックのパターンも一新された。運転席、側ドアにはリアドアのパワーウィンドウスイッチが付いた。グレードは従来の3タイプから2タイプ、スタンダードとエクゼクティブに集約された。前後パワーウィンドウと MP3 オーディオは全車で標準装備された。エクゼクティブはさらにフロントデュアルエアバッグ、ステアリングホイールのオーディオスイッチ、電動ドアミラーなどが 標準装備となる。2011年7月26日、佐賀 FLX1.3 リットルが発表された。FL ではパワートレーンの変更は行われなかったが、FLX では従来の 4AT に代わって、新開発の6速、マニュアルモード付き CVT が搭載され、市外走行時で4%、高速走行時で10%の燃費向上が図られた。 また、5MT も I1 機械工業製に代わって、ゲトラグ製が採用された。エクゼクティブでは新たに、ABS と電子制御、ブレーキシステムが標準装備となった。このほか、車体色に新色が追加された。2011年11月30日には、1.6リットルエンジンと CVT を組み合わせたサガエフ LXSE が発表された。 2012年1月には東京オートサロンに後期型サガをベースとするサガ R3 コンセプトが出展された。2013年6月15日、サガのサイレンカグレードかつプロトンのサイレンカ車種となるサガ SV が発表された。なお、この車種は先に行われたアセアンキャプテストで3つ星を獲得している。サガ SV は 発売3週間で8000台を超えるバックオーダーを抱えている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。